尾身工事は、日本の政治家、通産、鍵官僚で自由民主党に所属していた、元衆議院議員。沖縄政策や、科学技術政策に詳しく、経済企画庁長,長官、沖縄及び、北方対策担当大臣、科学技術政策担当大臣、財務大臣等を歴任した。極日大受賞受賞。群馬県沼田市生まれ。家が困窮していたため、少年期は、 父親の商売を手伝い、しばしば行商にも出た。群馬県立沼田高等学校在学中も家業に従事し、就職コースで簿記等を学んだ。高校2年から進学コースに変更し、1952年に一橋大学小学部入学、奨学金とアルバイトにより、1956年に同大学を卒業し、通商産業省に入省する。 同期には、杉山博野野内隆川崎博士、森谷和彦など、科学技術庁原子力局政作課課長補佐を2年間、務めた後、1970年外務省在ニューヨーク、日本総領事官領事。1974年、通商産業省通商政作局南アジア、東欧課長。1976年、大阪通商産業局総務部長。 1978年に中小企業庁小規模企業政策課長。1979年科学技術庁長官官房総務課長。1981年中小企業庁指導部長を歴任し、衆院選に出馬するため1982年に退官。翌年末の第37回衆議院議員総選挙に無所属で出馬して初当選。 その後自民党入りして福田派に所属し、先の選挙で落選、引退した久保田円次の地盤を引き継いだ。1990年、大倉政務次官、1992年、自由民主党商工部会長。当時、科学技術庁出身の唯一の国会議員として、科学技術政策に詳しく、商工部会長経験後のポストとしては、異例の 各下にあたる自由民主党科学技術部会長に総務と兼務する形で1993年に就任。1968年に科学技術庁が成立を模索したものの日本社会党や日本学術会議の反対で頓挫した科学技術基本法の策定を試み、高原住子等の協力を得ながら部会内に科学技術基本問題省委員会を 設立して自ら委員長を務めるなどして、議員立法により1995年に成立させた。1995年、衆議院を大倉委員長。小選挙区比例代表並立制度入後は、平成研究会の佐田玄一郎と、コスタリカ方式で共闘。1997年、第二次、橋本改造内閣において、経済企画庁長官として初入閣。 在任中は、八オハ北海道拓殖銀行、山市証券と大企業が次々に破綻する困難な時期だった。1998年自由、民主党選挙対策委員長の前身にあたる総務局長に就任。2000年、総裁、森吉郎の下で自民党幹事長代理に就任。2001年の第一次、小泉内閣では沖縄及び、 国防対策担当大臣兼科学技術、政策担当大臣を務め、沖縄科学技術大学院大学設立プロジェクト等にあたる。また、大臣時代は訪米中にアメリカ同時多発テロが発生し、日程を急遽変更して、ボストンからニューヨークに移動し、現地状況の把握や米国関係者との意見交換や、現地日本人の保護等に努めた。 2002年自由民主党科学技術創造立国情報通信研究開発推進調査会会長2005年の郵政国会では6月27日の自民党総務会の郵政民営化修正案の了承決議に賛成票を投じたハナイでは町村信孝と並んで早くから安倍の総裁就任のために奔走し主にハナイのベテラン議員を安倍支持でまとめた 2006年9月26日、安倍内閣で財務大臣に就任。翌年8月の内閣改造で離任。2007年7月の群馬県知事選挙で自民党公認候補の大沢正明を積極的に支援しなかったとして、自民党群馬県連より次回の国政選挙において県連として党本部に公認申請を出さないという宣告を受けた。 知事選挙の応援よりも、長女、おみあ子の参議院選挙応援を優先させたため、と言われる。だが、一転して2008年1月までに、群馬一区の全県議7人が公認推薦を内諾した。同年2月の前橋市長選で、自民党推薦候補を勝たせるために、おみ公演会の不満を解消させる目的があると、見られている。2009年8月30日の、 第45回衆議院議員総選挙には自民党公認で公明党の推薦を受けて出馬したが小選挙区で敗北。党の73歳定年制により比例北関東ブロックとの重複立候補をしていなかったため議席を失った。同年9月17日、町村派の総会で政界引退を表明した。2010年4月に朝日大受賞を受賞。 2006年に特定非営利活動法人、STS フォーラムを創立し、同法人の理事長も務める。2013年10月、自身が設立に関わった、学校法人沖縄科学技術大学院、大学学園理事に就任。公益財団法人、天風会理事長、一般社団法人日本経営調査し、協会名誉会長も務める。 2013年マレーシア工科大学名誉博士。2014年1月、ヨーク大学名誉博士。6月ケベック、大学名誉博士。2018年2月沖縄科学技術大学院、大学名誉博士。83年衆院選当選同期には、田中直樹、熊谷博士。二階、敏弘、野呂田法生、ぬかが福士郎、江藤聖志郎、田中修生。 北川正康、いぶきふみき、事件昇三郎、中川翔一、大島忠盛、野呂明彦、鈴木宗を、甘利明などがいる。第一次、安倍内閣の財務大臣任期中に開催したパーティーの収入が約5340万円であることが、産経新聞で報じられている。2008年6月5日、尾身が代表を務めていた自民党群馬県衆院比例区。 第2支部が第43回衆議院議員総選挙工事翌日の2003年10月29日に国と受け負い契約を結んでいた設備工事会社から100万円の寄付を受けていたことが報じられている。ありがとうございます。